ごいよ。絶対優勝します。ちょっとね、開幕はまあいろんな事故があり、まあ決勝で3人だけだったんですけど、今回はもうちゃんと4人揃って、最後決勝で優勝した瞬間も4人がコートにいられるっていう状況をまず作って、必ず優勝できるようにします。
すごいっすよ、声援が心強い、マジで心強い、本当に、なんて言うんだろう、チームを鼓舞してくれるし、その鼓舞が、ね、自分たちに響いて、すごく力になってます。セミファイナル頑張ります。はい、頑張ります。
みんなで集中してゲームの入りからかなり全員集中してたんで良かったんじゃないですか。タッコープレイ。ラバンスパードです。ラブ。まだまだ成長段階です。でもそれが自分の仕事ですし、あとディフェンスも。課題に、してた手をとかとコミュニケーション取りながらできてたんで、まあ、それができたからこの点数に抑えられたのかなと。おめでとうございます。
飯食うぜ腹減った。ブラボー、どうもありがとうございます。ブラボいたしました。まだ終わらないそうですが、皆さん、結果優勝したんで、ものすごく良かったなとは思います。まあ、危ない試合ももちろんあったんですけど、まあ、僕らを倒すために、まあ、2ポイントをガンガンこう狙ってきて、それが高確率で、入ってしまった試合が多かったんで、もちろん打たせないように頑張らなきゃいけないですけども、まあ高確率で2ポイントが決まると、どんなチームだってこう負ける可能性はやっぱありますし、何よりもそんな中でも、勝つことができたっていうことは、まあ、今の自分たちにとっても一ついいステップアップになったかなと思います。まあ、今やられているところが何なのかっていう話と、それを止めるためにこうしなきゃいけないっていう話は常にしてました。まあ、自分たちがやらなきゃいけないことっていうのはそんなに話す必要はそこまでもうないんですけど、やられちゃいけないところっていうか、やられてるところを話をして、こういう感じでこういうことして止めようみたいな話はしてました。はいはい、最高ですね本当に。 3x3 でどこの地域に行ってもなんかそのチーム名をずっとコールし続けながらディフェンスオフェンスやるなんてやっぱどの世界にも今までなかったですし、こんなにたくさんの方に直接来ていただいて応援していただいて、ものすごくこう 3x3 選手として、幸せだったなと思います。はい、皆さん応援ありがとうございました。本当にたくさんの方に来ていただいて、やっぱりコロナを僕らは経験してるんで、全然お客さんがいない中での試合っていうのを、まあ、一時期はそれが普通だったんですけど、やっぱこうしてたくさんの人たちに応援していただける中で試合ができるっていうのは、やっぱとても幸せなことだと、改めて感じました。まあ、このあと金沢のラウンドと、最後プレーオフ東京のプレーオフとつながっていくので、しっかりとまたチームで、プレーオフ優勝に向けて頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。